チャールズ・フランシス・ホールはアメリカ合衆国の北極探検家。3回にわたりカナダやグリーンランドの北極圏を探検し、消息を絶ったフランクリン遠征隊の異物類を発見するなどした。ホールの生い立ちについてはほとんど知られていない。バーモント州に生まれたが幼いうちに家族と共にニューハンプシャー州ロチェスターへ移り、少年期にはそこで カジ屋の徒弟となった。1840年代に結婚して西へと向かい、1849年に、オハイオ州シンシナティに到着した。ここで、印象やエングレービングの制作の事業を起こし、後には西の小規模な新聞、ザ・シンシナティを刑女なると、ザ・デイリープレスを発行した。ホールの著書、アークティック・リーサーチス・アンドライフ・アマングザイス・コミューに、収録された図版。 フロビッシャー湾付近のイヌイットの村。1857年頃、ホールは北極に関心を寄せるようになり、その後数年にわたって探検家たちの報告書などを研究し、遠征資金の調達を試みたが、その主な目的は、サージョン・フランクリン率いるイギリスの探検隊が消息を絶ったフランクリン遠征の行方を見つけ出すことにあった。 1860年から1863年にかけて、ホールは最初の遠征に赴き、シドニー・オー・バディントン船長が指揮する捕鯨船、ジョージ・ヘンリーに乗って、マサチューセッツ州ニューベッドフォードを出発したが、この船には、船長のおじで、エドワード・ベルチャーの遠征で放棄された HMS、レゾリュートをサルベージした経験を持つジェームズ・バディントンも乗り込んでいた。ホールは、 バフィン島まで達したが、ここで、船は越冬を余儀なくされた。ホールは、イヌイットから、バフィン島のフロビッシャー湾で、マーティンフロビッシャーが金を求めて、採掘を行った遺構のことを聞かされた。ホールはすぐに現地に行き、直接遺構を見聞したが、これは新たに見出した、イヌイットのガイドたち、エビアビングット・トゥクーリとの計り知れないほどの助力を得ての、ことであった。ホールはまた、 フランクリン遠征隊の隊員の一部がまだ生き残っている証拠だと解釈した知見も得た。ニューヨークに戻ったホールは、ハーパーブラザースから遠征記、アークティック・リーサーチス・アンド・ライフ・アマング・ザ・エス・コミューを出版する段取りを整えた。この本は、ホールと同じように、フランクリン遠征隊の行方に入れ込んでいた、イギリス人の船乗りで作家のウィリアム・パーカー・スノーによって編集された。しかし、 その後、パーカースノーが思考の編集に手間取ったことが主な原因で、二人の間には亀裂が入り、後にパーカースノーはフランクリン遠征隊の創作に関する自分のアイデアをホールが断りなしに使ったと主張することになった。1863年、フランクリン遠征隊の行方に関する手がかりをさらに、得ようとホールは2回目の遠征を計画し、 噂に登っている生存者なり、彼らが書き残した記録の発見を目指した。当初検討された95トンのスクーナー、アクティブを使用する案は、やがて放棄されたが、おそらくこれは南北戦争の勃発によって、資金調達が難しくなったことと、当初、副機官とするつもりだったパーカースノートの中たいのためであったようだ。 1864年7月、ずっと小規模の遠征隊が捕鯨船、モンティーチェロに乗って出発した。キング・ウィリアム島へ達した、この2回目の遠征の際に、ホールはフランクリン遠征隊の遺物類を発見し、その地域に住む先住民たちにフランクリン遠征隊の運命について問いただした。最終的にホールは生存者がいるというイヌイットの話や過剰に楽観的だった。 自身の解釈には信憑性がないことを悟った。さらにホールは、フランクリン遠征隊の生き残りたちが、意図的に飢餓に追い込まれたことを知り、イヌイットに対しても幻滅した。ホールは、地元の先住民たちが遠征隊のような大人数を助けられるほどの余力を持っていなかったことには、思い至ることができなかった。ハーパーズ・ウィークリー八1873年5月号に掲載された、 基範がグリーンランド沖ディスコ島ゴッドヘイブンに停泊するポラリストアセスコングレスコングレスアットゴッドヘイブンディスコアイランドオフザコーストオブグリーンランドハーパーズウィークリー市1873年5月号に掲載された基範がホール船長の埋葬ホールの3回目の遠征はそれまでとは全く正確をことにするものであった今回は アメリカ合衆国議会から5万ドルの資金を提供され、帰遷、アセスポラリスで北極点を目指す遠征を指揮することになったのである。25名の隊員には、ホールの旧友、バディントンがマスターとして、ジョージ・タイソンが航海士として、ドイツ人医師で、博物学者であったエミル・ベッセルズが、科学調査要員の責任者として参加していた。この遠征は、 当初から災難に見舞われ、隊員の中に対立する派閥が形成されてしまった。この遠征の責任者としてのホールの権威は、隊員の大多数の反発を招き、遠征隊の規律は乱れた。ポラリスは、1871年9月10日に、グリーンランド北岸のサンクゴッドハーバーに入り、越冬するべく、怒りを下ろした。その秋、イヌイットのガイドと共に、 犬ぞりでの探検に出かけたホールは、キロにコーヒーを飲んだ後、突然倒れた。引きつけを起こしてその場に崩れ落ちたのである。その後一週間ほど、ホールは嘔吐と専門に襲われたが、続く数日は、症候状態を保った。当時、ホールは、ベッセルズ医師を含め、隊員の何人かを名指しして、毒を持ったと言い張った。ほどなくして、再び症状が悪化したホールは、 11月8日に、いたり落命した。遺体は陸上に運ばれ、正式に埋葬された。遠征の指揮権は、バディントンに委ねられ、1872年6月には、北極点を目指す体制の立て直しがなされた。しかし、北極点到達の試みは、失敗に終わり、ポラリスは南へ戻ることとなった。10月12日、船はスミス海峡で氷に閉じ込められ、 氷の圧力で押し潰される寸前になった。タイソンを含め、隊員とエスキモーのガイドたち、合わせて19名は、船を逃れて、周囲の氷の上に移ったが、14名は船に残った。ポラリスは、得た付近で座礁し、10月24日に破壊された。上陸して越冬した隊員たちは、2隻のボートで南へ向かい、捕鯨船に救助され、 スコットランドを経由して帰国した。一方、船を離れて別行動になっていたタイソンを含む19名のグループは以降の6ヶ月にわたって流氷に乗り1500マイル漂流した末、1873年4月30日にニューファンドランド島沖でシーラー、ティグレスに救助されたが、一行の中に狩猟技術を備えたイヌイットたちがいなければおそらくは 食料を不足で全滅していたものと思われる。その後に行われた正式な捜査の結果、ホールは、卒中で死んだものとされた。1968年、ホールの電気を書いた、ダートマス大学の教授チョーン・シー・シールーミスが、グリーンランドへ赴き、ホールの亡きを掘り返した。教授にとって幸いなことに、永久凍土によって、亡きや、一緒に埋葬された旗、 衣服、棺などが状態よく保存されていた。骨、爪、髪から採取された細胞組織のサンプルからホールが最後の2週間に大量のヒ素によって中毒を起こし死に至ったことが示された。この診断は隊員たちが伝えたホールの症状と整合するものであった。当時ヒ素は偽異常の薬の成分として広く用いられていたのであるいは ホール自身が自分でヒ素を飲んだ可能性もある。遠征隊員の他の誰か、あるいはベッセルズ医師によって殺害されたと考える者もいる。この件では誰も訴追されることはなかった。ありがとうございます。